レオノールデ・カスティーリャは、カスティーリャ・レオン国王フェルナンド4世と、王妃コンスタンサデポルトガルの長女、アラゴン国王アルフォンソ4世の王妃、老いのカスティーリャ国王ペドロ1世によって殺害された。もともとはアルフォンソ4世の兄ハイメと結婚する予定であったが、ハイメは、修道士となり王位継承を放棄、結婚は成立しなかった。1329年に、 アラゴン国王アルフォンソ4世の5歳となり、フェルナンドと不安を設けた。夫、アルフォンソの死後、前妻テレサでエンテンサの子である、ペドロ4世が即位し、レオノールは息子たちを連れて、カスティーリアへ帰国した。レオノールはしばしば国政に介入し、弟のカスティーリア国王アルフォンソ11世の、息子である老いのペドロ1世と対立した。年月日、 次男不安がペドロ一世によって殺害された。1年後、レオノール自身もペドロ一世の命令で暗殺された。4年後、長男のフェルナンドもイボアにペドロ四世によって処刑された。ありがとうございます。